ロスカモスは、うん、その海のアクティビティがすごい多いところなんですけど、海だけじゃないアクティビティもあるんです、うん、ちょっとしたレクチャーみたいなのを受けた後にセスナで上がってきます。おMC の豆助です。よろしくお願いします。今回はですねこちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。あーはーい、よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。忘れられない旅飯スペシャル。イエーイ。旅の季節がやってきたということで、今日はですねこれまで出かけてきた思い出の旅、思い出のご飯を教えてもらいたいと思います。ではまずはまゆみさん、あなたの忘れられない旅飯教えてください。私はメキシコ国内をいろんなとこを旅してて、日本じゃなかなか見れない景色をちょっとお届けしようかなと思います、うんうんうん、いいですね、気になるな。こちら、世界遺産の太陽のピラミッドです。何これ。テオティワカン遺跡という名前で、うん、これもう本当1ヶ月2ヶ月前に行ったんですけど、観光地になってます。何回も行ってるんですけど最近も行きました。ここはマヤ文明のピラミッドで、私はこの間行った時そこの芝生で寝てきました。2時間ぐらいから昼寝してきました、メキシコといえば、うん、ロスカボス・ラパスっていう場所もすごく有名なんです、うん、太平洋側でアメリカのカリフォルニアからずっと半島が伸びてるところがあるんです。そこの先端がロスカボスという町です、うん、アメリカの人とかドイツの人とかロシアの人とかも結構観光で殺到してるんですけど、ドルも使えるしメキシコペソも使えます。そういう一大観光地なんだ、うん、これがその半島の最先端なので、うん、これがですか。そうです、そうです。ここが今見えてる部分がアーチ状になってるところ、こういった景観が素晴らしいっていうので、うん、船を出してみんなでここの先端を見ようっていうツアーがすごく人気なのと、クジラがもう目の前で跳ねてくれるんですね。この間行った時はエイとかマンタとかが目の前でジャンプしてました。そうなの。そうです、アシカとかオットセイとかもその辺泳いでますし。うわー、また綺麗な独特の色してるな。そうなんです、もうこのラパス、ロスカボスっていう場所は本当にリゾートで、ビーチも綺麗だし、とにもかくにもいい場所ですね、そうそうそう。すごい綺麗だな。そのロスカボスは、その海のアクティビティがすごい多いところなんですけど、実は海だけじゃないアクティビティもあるんです、うん、この半島の先端がすごいね、こういう、うん、すごいね、こういう動画作ってくれるんだ。そうです、練習するんです、地上でどこで手を当ててとか、うんうんうん、体反らしてねとかっていうのを。はい。でそのちょっとしたレクチャーみたいなのを受けた後にセスナで上がってきます。おー、すげえなていうかここまでやってくれるんですね、サービスで。これサービスでってことですよね。もちろん少しはお金は払ったんですけど、もうビビたるもんですよ、ね、うん、まあ込み込みってことですよね。そうです、そうです。おおおすごい、おおマジですごいな、これ楽しかったです。これはで指差しているところが半島の先端で、観光のスポットもいっぱいあるんです。すげえ。うわー、すごいな。地球を感じますね、これね。
気持ちよく飛べました、これは。うわーすごいな、うわーすげー、いやこれ本当に息を飲むな、うわーすごいな。今からビーチに着陸するんです。なるほど、いやいやいや素晴らしいですね。私多分また行くと思いますよ、ここ。だって300ドルで取れるんですもん、2人で行ったら250ドルですよ、もっと安くなるんですね。いやー素晴らしい、すごく楽しかったです。食べ物はやっぱ観光地化されてるんでいろんなのあるんですけど、これぞローカルだなって思ったのは、ジャカです。ジャカ何ですか、初めて聞きますけど、はい、ジャカっていうのはジャックフルーツで、ドリアンの親戚みたいに言われてる食べ物なんです、それをシャーベットにしてるジャカアイスがあるんです、マンゴーに似たような甘みとパイナップルみたいな風味と、あとちょっと酸っぱさもあって、これがシャーベットのシャリシャリっとした食感とものすごく合うんです。ハイウェイとかを走るときに、はい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 、ジャカのアイス屋さんを見たら泊まって食べるっていうのをひたすら繰り返してました。あ、それぐらいハマるんですそれぐらい美味しいんですけど、私がどうも納得できないのが、お寿司、カリフォルニアロールみたいに巻いて出してるのは一つのお料理になってるんでもいいかなと思うんですけど、メキシコの観光地にある日本食です。ありがちなやつなんだ。そうこれとかもすごいけどな、なんか。みんなこれ食べる。なんか、ものすごい組み合わせになっちゃってるな、これ。うわー、来たよ、これ。で、中は、クリームチーズとアボカドをお米で巻いてるんですね、まず。その上に、サーモンをかぶせてるんです。これを日本の寿司ロールだって言ってみんな出してるんです。すごいな、これはダメだな。でもみんな美味しい美味しいっつってんですか、これ。そうですそうです。私は今までに見たことがない絶景をメキシコのチワワという場所で見ました。お、またハードル上げましたね。チワワ州のディニサディロっていうところに行ってきたんですけど、何ですかこれ、もうどこかの天文台の光景みたいな、いや、なんか星雲みたいなのが見えるんだけど、肉眼でもこれぐらいはっきり綺麗に見えるんです。すごいね、星空がすごいってすごいね。近くに住んでる人たちに星空すごいねって次の日みんなに言ったんですね。もう感動して全員同じ回答で、夜だからねって言いましたから、ね、そうでしょ、すごいでしょって言ってほしいよね。クールに言われちゃってんだ。お目当ての景色はですね、このディビサディロに渓谷があって、メキシコのグランドキャニオンだって言われてる場所があるんです。ほうほうほう、すごい、ほんとグランドキャニオンみたい。そうです、グランドキャニオンの4倍か5倍の面積があるらしいです。ただアメリカの方が有名なんですけどね。うわすごいな、佇んでるな、またまたこの景色の中できるアクティビティもあるんです。この動画をまずは見ていただこうと思います。まさかの、はい、まさかの。これ最初怖かったんですよね。怖い怖いって言っちゃってる。何すごい、はい、おーすごい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 、谷の間を見えなくなっちゃうんだけど、もうこれ本当にシューって吸い込まれるみたいに谷の中を走っていくんです。何これ、なんか山の中に突っ込んでいくみたいな。そうです。いや、これどこまで続いてんの？これ。私これだいたい5分ぐらい釣られてました。ストップ。はい。来た。
これが何ですか、何ですか。いや、これですね、風向きによってワイヤーが最後まで通りきれなくて途中で止まっちゃうんです、うん、あーなんかたるんだりしちゃうってことですか。下まで行って、もうこう上からずっと下ってると、うん、その日の風向きによって向かい風だとか横風とかが吹いてて、なるほど、途中で止まったんです。だから止まったんだ、そこで。で、その止まった私を回収しに来るお姉ちゃんがいます。すごいシステムだなと思って。アップラインとかもただ滑ってるだけって言ったらいっぱいあるんですけど、ちょっと風変わりなジップラインがメキシコのサンルイスポトシっていうとこにあります。すごいな。いや、こんなのあるんですね。そうです、渓谷の間に川が流れてるんですけど、そこを自転車で自分で漕いで渡るっていうジップラインです、これもやってみました。怖くない？これは怖かったですけど、これ超怖くないですか？面白かったですよ。自分がインティーカのような感じで。インティーですよ。インティー面白かったです。これはすごいな。やっぱメキシコってなんか遺跡とかのすごいイメージが結構あるんですけど、自然もやっぱすごいんだな。ね、ディビサディロってちょっと田舎の内陸にあるんで、はい、景色はすごくいいところが多いんですけど、ちょっと行きにくさはあるんですね、はい、車で行くか、まあ、電車で行くかなんです、うん、その電車が日本でいう七つ星みたいな観光列車があって、チェペという電車です。チワワの中心の方からこの観光列車が出ていて、約半日かけて海側まで行くっていう観光列車があります。食堂車とかでご飯を食べながら景色を楽しんだりされます。あ、ほんと観光列車だな。そうです、ディビサディロの駅にすごくいいバーがあって、うん、展望レストラン、この2つはおすすめです。本当に目の前に広がる渓谷を見ながら、うわーすごいな、ができるところです。滑ってるけどガラスになってるって見れるんだ。下がですね、もう本当、はいはい、渓谷の崖の切り立ったところを見れるようになって、そうです、そうです、ここか、はい、ちょうどなんかまたがってる蓋みたいになってできてんだ。これすごいな、はい。左側にあったのがゴンドラの離発着の駅です。はい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 、はい、なるほどなるほど。ディビサディロの本当に駅の真ん前にあるカフェです。あ、バーです。ここはのいい雰囲気。建物はここにはあんまり置いてないんですけど、うんうんうん、ここでマルガリータを飲んだりテキーラを飲んだりっていうので、うんうんうん、優雅な時間を過ごしてきました、うん、なるほど。いいですね。メキシコのイメージが今どんどんいいものに変わってきましたね。まゆみさんから届く情報がなんかものすごいデンジャラスなものが多かったら気のせいかっていうぐらいの好感度上がってます。わ、うんうん、かりました、ありがとうございます。はい、続いてはおすすめの世界遺産です。まずはね、スイスのベルンというスイスの首都なんですけど、ここがですね、13世紀ぐらいにできた建物とかね、大聖堂とかあって綺麗な街並みなんですよ、うん、こういう感じのね、建物がずらーっと並んでる通りがあって、これ本当にね、中世に迷い込んだみたいな感じで、実際行ってみると分かるんだけど、地下にシェルターとかがあって、スイスって実は1990年代半ばぐらいまでかな、地下シェルターを持つのが国としての決まりだったんですよ。なぜかっていうと、スイスって永世中立国だから、俺たちはどこの敵にも味方にもなんない傭兵の国だから、自分たちが核爆弾を落とされてもいいように一家に一台核シェルターがあるのがスイスなんですよ。だからさっきずらーっと並んでた建物の地下にシェルターがあるんですよ。すごい。それが国としてのルールだから、昔はもう本当 96% ぐらいみたいな感じで、この通りのね、下のところにはシェルターがあるっていうのがこのスイスの街並みっていうかな、ルールだったんで、まあそんなこぼれ情報もありながら、これちなみに僕ですね。10年以上の前の僕です。あ、若い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 、まあ、若いよね、当たり前だけど若いよ。じゃあまだ住宅街かな、こういう風になんかレンガ色がね、統一された景観で、
素敵な街なんですね。なんかタイムスリップしたみたいですね。素敵な街だね。すごい。はい。本当ベルンとか行くと、あ、街全体が世界遺産なんだなみたいな、うん、そういう雰囲気のところですよね。うんうん、そして、チーズフォンデュー、ここで味わったチーズフォンデュー、意外と食べて初めて気づいたんですけど、本場のチーズフォンデュって結構、ね、ワインの風味がすごい強いイメージ。だから日本で食べてるチーズフォンデュってなんか、うわ、チーズって感じだったけど、向こうの本場で食べたらすごいワイン、うん、ワインテイストな。まあそんな、ベルンの思い出なんですけど、さあ続いてポンポンいきますよ。次はですね、ドイツ、ケルン。皆さんケルンって知ってます？大聖堂があるとこですか？そう、大聖堂、いわゆるなんだろう、化粧のコロンってケルンから来てて、うん、まあ、ケルンでもともとそういう作られたコロン、そういうケルンっていう大聖堂の町があって、まあ、この大聖堂がですね、とてつもなくでかい。僕別に宗教無宗教な人間なんですけど、ここの建物に入ってこう見上げた時に、ここに神様いるんじゃないかってやっぱ思っちゃうぐらいすごかった。ね、現代人だからなんだろうな、いわゆる60階とかの高層ビル見ても全く感動しないけど、ケルンの大聖堂はもうなんていうの、見上げてうわーってなんか吸い込まれそうな、それぐらい巨大な大聖堂いっぱい見たけど、一番すごい大聖堂、ケルンの大聖堂は。で、僕ね、行った時はちょうどクリスマスの時だったんですけど、うん、こんな感じになるんです。あー、わー、綺麗、綺麗でしょ、本当に綺麗な、綺麗、うん、本当幻想的なんですよ。そんなケルンでぜひね、味わってほしいのがケルシュっていうビールがあるんですね。通常ドイツとかのビールってジョッキーをイメージすると思うんですけど、うん、このケルシュってちっちゃいじゃないですか。で、これがすごく淡麗で飲みやすいビールなんですけど、これが何がちょっと変わってるかっていうと、わんこそばみたいに飲んだらこう次々と持ってって、コースターに何杯飲んだかみたいなシステムでやるんですよ。酔っ払いそう。面白いでしょ？はい。すぐガン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 飲めちゃう。で、美味しくて、で、なんか飲んでったら、はい、線引いてって、はい、あなた5杯、10杯飲みましたね、みたいな感じなんですけど。あ、こういうスタイル のビールの飲み方あるんだなと思って、これすごくなんか、まあ、思い出に残る味でしたね。これはまさしくワンコビール、はいはい、そしてですね、続いて3つ目がですね、ベルギー行きましたよ。ベルギーはですね、グランプラスっていうのが、まあ、世界遺産で、これね、世界で一番美しい広場って言われてるんですよ。うん、これ見るとまだちょっと分かりづらいと思うんで、うん、次の写真見てください。これは綺麗ですね。これ綺麗じゃないですか。いや、やっぱり伊達に世界遺産じゃないなと思って、すごい綺麗な、広場なんですよ。で、僕が行った時は、ね、さっき あのケルンの続きで行ってて、クリスマスシーズンに行ってたんですけど、グランプラスでちょうどプロジェクションマッピングをやってて、で、建物にプロジェクションマッピングやってて、うわ、世界ではこんなことやってんだってびっくりした。これなんかすごく思い出に残る、はい、とこでしたね。さあ、そんなね、ベルギーのブリュッセルで有名なのが、小便小僧。ああ、これです。なんだ。小便小僧って、ここのブリュッセルにあるんですけど、シロニーさん知ってる？知らなかった、はい、ジュリアン君っていう少年が、うん、こう反政府軍がこう爆弾仕掛けた時に、そのおしっこで爆弾の導火線を消したのよ。で、町を救ったヒーローがジュリアン君なのね。それが小便小僧なの。へえ。これ、うん、単なるうん、おちゃらけてるように見えるけど、ジュリアン少年は反政府軍の爆撃爆弾をおしっこで阻止したからこう、ま、祀られてるっていうかなモニュメントになってるけど、うん、俺が行った時はこんな風になっちゃってたんですよ。はい、ちょうどクリスマスシーズンだからコスプレさせられちゃってて、うん、次の写真見てもらうと意外と人いるんだけど、しょぼいのよ、やっぱり。なんかちっちゃいんですね。はい。シンガポールのマーライオンぐらいしょぼいのよ。うわ、見たら、なんだよ、これってがっかりするのよ。って。うん。
そんなね、ベルギーのやっぱり名物といえばですね、ムール貝なんですよ。これがバケツ一杯に入って出てきて、ものすごい量なんですよ。本当にバケツサイズでドカッとムール貝が入ってきて、これがね、本当美味しい。しずりさんなんか苦々しい顔してるんだけど、いやいやいや、これ本当に美味しいのよ。その時の地元の人とか、まあ来てるお客さんがやってたんだけど、貝あるじゃないですか。うん。ムール貝のね。貝で、貝の肉を取って食べる。うん、ああ、スプーンみたいにしてるんだ。貝をピンセットにして食べるっていうのは、なんか、そういうスタイルで。ちょっとそれとワインでね、マネステの大人な時間がね、ああ、なんか大人になったなっていう、ちょっと地元気分が味わえるっていうのはね、うん、そんなバッグなんです。